当にやるとこもあるんですよ、本当に。全然ちゃんとやらない。こっちが言ってるのに、で、全然返さないって、この、その人は一瞬でクビになりましたね。すぐにやらなかった。うん。全然ちゃんとやらなかった。問題作成で解説書く人でチェックする人ですねっていう、こういった流れがあるわけですね。合格書を作る時っていうのは、で、さまざまなところにですね、いろんな人がいるわけですよ、ね、これが本当に大変いろんな、まず著者側ですね、まあ自分もそうですけど、自分は一気にやる側ですね。自分はなんか乗ってる時にドワーッと書く人ですね。で、あとはゆっくりゆっくり丁寧にですね、やる人っていう人ですね。で、大体はまあ、ごめんなさいですけど、遅れます。はい。うまくいかないことが多いですね。時間がかかってしまうっていうのが多いです。本当に申し訳ございませんですね。っていうのが、多いと思いますね。書けないとかっていう人もかなり多い。あ、まあそうですね。書けないって、結局は書けないって言って諦めちゃう人も多い。実際ですね、書けなかったって言っても何人も脱落してるのを見てますね、自分自身も。まあそれぐらい、本ってそう簡単に書けるものではありません。で、書けるけど、まあ、全然の能力が達してない、こういう人もいっぱいいます。はい、非常に、本には無理でしょうっていうレベルの人もたくさんいます。はい、で、編集にも同じように、編集や構成にも同じように、そういう人がいます。一番厄介なのは、その構成で直していくんですけど、だからなんつうんですか、もうあのね、もう全然ダメみたいな、英語力全然ないみたいな人ですね。全然というか、まあ多分ベテランでそれぞれやってきてて自信があるんでしょう。自信はあるけども全然ダメっていう人いっぱいいます。いっぱいはいないです、いっぱいはいないです。はい、構成の皆さんありがとうございます。ちゃんとやってくれる人、はい、いますけど、なんかね、もう勝手にもうその人の本にしちゃってる人、もう変えまくってきたりとかして、で全然ダメ、もう誤訳だらけ、英文間違いだらけ、ね、そういう人います、本当に。とやめてほしいっていうか、だからこっちが結局赤入れるのが増えちゃう、赤入れっていうのを直すでしょうけど、こっちが直しがめちゃめちゃ増えちゃうっていうですね、その人が勝手にやったせいで直しが増えるっていうのも経験したことがあります。だから最悪のパターンですね、そういうのっています、本当に。だから、毎回毎回ちゃんと意見を言ってくれる人はいいです。勝手に書き足しとかをめちゃめちゃやめてほしいですね。もう全然分かってないとか、あ、トイックのも全然分かってないとか、あ、英語全然分かってない、はいはいはい、昔からの参考書とかで勉強してきて、全然間違った情報がそのまま入っちゃってるんだなとか、こんなのも中学生とか高1レベルの語訳じゃんとかっていうのもババババババって出てきちゃったりしますね。はい、なんでこういうのも、大変です、この仕事ですね。構成者はちゃんとやってくれる人と手を抜く人いっぱいいますね、本当にですね。いやー、本当にこれも分かります。だから、もう二度と頼まれなくなった構成者とかも結構いますね。やっぱり抜けが多すぎるとか、気づかないところが多すぎるとかですね。丁寧にやってくれる人もいる、丁寧に、あ、こんなところまで気がついてくれるのありがたいっていう人もいるし、でもうすごく適当にやってくれる人もいるし、おせっかいにですね、全然いらない情報を書き足してくるやつもいます。はい、そういう状況ですね。だからこの丁寧にやってくれる、指摘をいろいろしてくれる人がすごくありがたいんです。で、英文作成者ですね、これが大変もう、まあ、ほぼめちゃくちゃですね。英文作成者って、まあ考えてみてください。皆さんがですね、日本語の教材作ってくれって言われたらできるかって話ですよ。はい、日本語の文法4択問題作ってって言われたら作れますか？作れないですね。そういった人たちが TOEIC の問題とか英検型の問題っていうのを作ってくれって言われて作れるか？作れません。ネイティブだからって言ってできるか？できません。やっぱ全然ですね、外ればっかりです。だから自分の本っていうのはほぼ問題作成者っていうのがですね、そういうなんか会社に頼んだりとかしてないですね。多分ほぼないんじゃないですか。やってもボツです、ほぼですね。英文の作成の会社とかに頼んだやつは全部ボツで自分で書き直したりとか、結局することになりますね。でそれぐらいやはり英文の問題とかですね、作るのは大変なんですよ。だからトイック業界なんて見たってですね、もうやっぱり、質重視の人たちは同じ人ばっかりですよね、作ってる人は。
その英文作成者の人ですね、問題作成者が同じ人ばっかりです。数人に絞られてますよね。だからそういう業界なんですよ。だからここね、本当はスターに出てきてほしいんですよ。だから4技能とかって言って4技能でいろんなですね参考書が出てくるわけじゃないですか。でもやっぱり作れる人がほとんどいないんですよ。で結局外部のですね、いろんな会社にまあいくつかある数社頼んじゃって、で全然ゴミみたいなとか言っちゃいけないですけど、全然ダメな教材ができてくるっていうのがオチです、はい、もうそういう状況がもう完全に起こってますね。でやっぱ外部だととんでもないことになるっていうのはですね、よく分かったって言ってましたね。で簡単にその育てるのもどうなのかって言うんですけど、簡単にやっぱ育たないって言いましたね。やっぱクリエイティビティも必要だし、きちんとした正確性も必要だし、いろいろあるんですよ。あのすごい速さでドバーって書くけど間違いだらけっていう人もいますし、すげえ遅い、間違いはないけどめちゃくちゃ遅い出てくるのっていうですね、ちょうど真ん中がいないのかいっていうの で、ちょうど真ん中ぐらいの人がもう今ずっとですね、速いし正確であるっていう人が今の教育業界ほとんどの本書いてますよね、英文作成ってね、うん、だその辺が大変な業界でもあります、はい、だからですね、その英文書けるとかっていうですね、問題作れるっていう人が出てきたらスーパースターになれると思います。であとはですね、私たちのところではそうですね、翻訳っていうのが重要になってますね。和訳が必要になるのでこの業界ですね。なんでその和訳を作ってくれる出版社ありますね、翻訳する人をですね、雇ってくれるところもあれば自分たちが書かなきゃいけないっていうのもあります、もしくは自分たちで探して雇うっていうですね、これもバラバラですね。だから使ってくれる和訳をやらなくていいってところが、素晴らしいじゃないですね。和訳を自分でやらなきゃいけないというのは大変です。で和訳って言ったってやっぱり人の人によっていろんな力が分かれちゃうので、翻訳者って言ったって力もピンキリですから、で間違いがいっぱい出てきてしまう人もいれば ね、すごくちゃんとやってくれる人もいるので、この辺も大変です。だから最終的にはその翻訳があったものを直していかなきゃいけないので、そこもすごく大変なんですよね。だからリスニングとかリーディングですね、非常に大変ですね。でこういった形でですね、さまざまな形ですね。で共著者か、最後は共著者も大変仲良くやった方がいいお芝居もう揉めたら大変ですよ、本当に。印税率とかで揉めたりとかですね、どれだけ仕事やったとかで揉めたりとかですね、非常に揉めることが多いと思いますね、はい、揉めない人っていうのを多分これから一緒にやっていく人たちっていうのはそういう人になっていくという自然に絞られていくかなって思いますね。まあ信頼っていうのも大事かなと思うんですけどね。あの編集とか構成の力とか、共著者の力っていうのもありますけど、やっぱ信頼度っていうのも最終的にはあるかなと思うんですね。どれだけ力がなくても信頼できるとか、どれだけ力があっても、信頼できないとか、いろいろあると思います。だから編集のところでも出版社によってはガン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 やめちゃうと、もうすぐに人が変わっちゃうなんていう編集者もありますね。それがずっとやってるところがですね、編集者がやっぱりもう本当にある出版社なんか編集何回変わったか、一冊の本やるたびに 2、3人、一冊で 2、3人あるから、だから4人とか5人とか6人かな、その同じ出版社なのにやったとかで、適当にやるとこもあるんですよ。本当に全然ちゃんとやらない、こっちが言ってるのにで、全然返さないって言って、このその人は一瞬でクビになりましたね。すぐにいなくなった、うん、全然ちゃんとやらなかった、こっちが言ってるのに全然対応しない、ね、ここを変えろって言ってるのに何も変えないのか、対応しない、 で同時に何冊かやってて、で何人かの著者に文句言われて、でクビですね、なったりとか、やっぱりいろいろあります。やっぱ人の仕事ですからね、やっぱ人付き合いっていうのが非常に大事だと思います。だから編集の人ってやっぱ長くやってる人はすごいなと思いますね。で すぐに辞めちゃう人が多いかなっていうのが印象ですね。であとはやっぱり出版社によってはそうですね、チェックがすごい長い編集でものすごいちゃんとチェックしてものすごい長い期間やるのと、あっという間にカッてやってハイパーパーってやるところがありますね。短期間でも本当にすごいスピードで出版するところもあれば、長期間すごくやってですね、っていうところでも分かりますね。だから大変です。だから短期間でやるのはしんどいし、うわーってなるけども、働く、なんていうんですか、労力をかける時間が短くて出るので、それはそれでいいなと思いますね。1ヶ月ぐらい、1ヶ月とか2ヶ月で出るところは本当にいいです。で、それが1年ぐらいかけるところとかですね、は、
うわこんだけ労力使ってやっとかみたいな、まあ、その分いろいろと細かくやってくれるのはいいんですけど、はい、という形でですね、さまざまなことがあるっていうのが出版業界なんで、まあ、この辺のことちょっと分かっていただければなと思いますね。最終的には人。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.